これから7回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号29ロドリゲスがマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。バッターは吉川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ドラゴンズ変化球空振り、ワンアウトです。打順は2番坂本。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ファウルになります。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックス丸。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナーありません。今のは切れてましたね。アウトローの変化球キレがあります。外に決まりました。2ボール2ストライクです。引っ張った、これはどうか。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。